さあ今日も始まりましたトゥナイト5。この番組は月曜日から金曜日まで沖縄の若手芸人がお送りする番組となっております。23時から24時までの1時間お付き合いをお願いいたします。そしてもう木曜日担当はハイビスカスパーティーです。よろしくお願いします。お願いしまーす。あ大きい音。<laughs> <laughs> 誰がわかるか。<laughs> さあですね、こちらの番組はですね、ツ、はい、イキャスでも見れますし、はい、メールも おお待ちいたしておりますアドレスが 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp となっておりますテーマはテーマはーノープラン <laughs> じゃあフリーということではい何でもいいですよ、はい、いつものごとくね よろししくお願いいたしますさあ、今日うは、はいまあ、ツイキャスで見てる方もちょっと、はい、見えるのかな、見えますかね、<laughs> ちょっと映ってる方が <laughs>、<laughs> <laughs> 急にいらっしゃった方が <laughs> いるんですが、はい、自己紹介をお願いしましょうかね。はい、はい、あどうも、吉本沖縄三3期生、<laughs> メカルホ誉レと言います。<laughs> そう<で>す <laughs> 来ました。コータ大爆笑ですね、今のは。分かってるかなコータ、コウタメインの番組ですよね。違う違う違う。ハイビスカスパーティーのうん、違う違う、あの、すべての皆さん。小ザ市民を無視してコータメインでやってることいや、コータメインにしたこともないよ。いつもないないない。誰ですかご存ああ、ちゃんとしますはい、ちゃんとしてください。はい、吉本沖縄3期生。 あのピン芸人の太郎と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ミチアナのホームレも一瞬出たことあるんだよね。そう。あ<ー>、えー、そうなんですか。そうそう 千々週ぐらい千々週ぐらいかな終わる五秒前ぐらいにパって出てパって返ってあーそうですか今日ちょっとその話もするんであそうなんだそうそれ関連の話もするんで一応今出しときましたこれ振りなんであそうなんだねはい後から回収するんでさあ回収ただのしょうもないボケじゃないんでこれあわかりましたはいよろしくお願いします太郎が最後までいるかどうかはちょっとそうなんですよそうなんですよもうやるべきことがありますんでねそうみたいですよあの呼んでもないのに急に来たんです。 <laughs> 急に連絡が来てね。はい、はい。まあいいんですけどね。はい、いつでも誰でもウェルカムなんでね。よろしくお願いします。最初は、えっと、2月9日で、まあ、バレンタイン前なのでバレンタインの話をちょっとしたんだけどね。<お>うん、そうそうそう。なるほど。そうそう。で、まあ男の子の意見が欲しいよっつって。うん。で、今週 <laughs> 誰かゲストを呼ぼうか。 ってなってたんだけど、うほうほうまあ一人だけに声かけて、うん、その一人の子も今日ちょっと来れないってなって、うん、で、まあまあ二人でじゃ仕方ないからお送りするかってなったら、<う>先週呼んだ太郎が今週来るっていう。そうなんですよ。<laughs> 先週ちょっと出れなくて、そうそう、そうそう今週取り返しに来たんですけど、じゃタイミング的には良かったわけですねあ。あ、全然いい。めっちゃいい。はい 男の方のそうしかも太郎、うん、いいなんかいいぐらいそういい話聞けそう<ー> <laughs> なるほどわ <laughs> かんないけどバレンタインかなるほどですねは<う>はいはい,、はい。太郎そもそもなんか学生時代ってモテたのええ <laughs> 聞かない方がいい <laughs> <laughs> いやどどんなお客さんですかこれ聞いてるのはえー、どんなお客さんモテたって言ったら一気に僕のツイッターが荒らされるような <laughs> <や><や>そんな影響力あるいい誰がそんなに聞いてるそんなにパンいるんですか <laughs> いやいやもうモテたでモテたとは思ってないですけど僕はただあのー、クラスのミスターサインには入ってましたマジ嘘だー <laughs> <laughs> 嘘だ いやいやいや、ちょっと、ちょっとこれ、だから自分で言ったら、自分で言ったら、ほんとやらしくなるんで、あの、ツイッターとか荒らさないでほしいんですけどや、らない、荒れない、荒れない。あの、一応ミスター。閲覧、らんが減った。なんでなんかピッてやるよな。なんか嫌だ。全くモテなかったですね。全くモテなかった。

性格もやっぱよくないといけないですし顔以上に性格もよくないといけないとだから自分で言ったらやらしくなるんですけどもその性格の部分がやっぱ勝ってたんだと思いますね声がどんどん小さくなってね減ってる減ってない減ってない安定安定一回聞いてみようこいつの話ってお客さんがそ言一言気をつけないでーキャスっていうの怖い怖いでやっぱりまあ女子はそわそわするわけですよ バレンンンタイイは。ままああそうでですね。女子のベト告白するのかもしれないしこの手作りのお菓子みんなおいしいって言ってくれるかなとかドキドキするわけなんですけどもそれくらい男子もやっぱり男性もドキドキというかそわそわというかそわそわしてるんだって伝わってくるもんねするする。だって高校3年生の時にめっちゃ覚えてるんだけどやっぱそのなんていうのやっぱもらいたい人はもらいたいじゃん だけど、そのなんていうの、もらいたい感を出すのってダサいじゃん。はいはい、そうだね。そうわかるだから、やっぱ帰る際のタイミングって大事じゃん。はいはい。なんていうのすぐ帰るのも微妙だし。ちょっと残っとくのも。そうそう、微妙だし、バレるし、みたいな感じのがある中、ある中ですよ。恋っちゃ悪いですけど、学年で行って、まあ、もらえないでしょ、みたいな。はい。 もうすぐしかもいつもはすぐ帰ってる人たちそれが何名かいるんだそうそう数名ね5名ぐらいが「あんないるかね?」ぐらい当日なかなか帰らないなかなか帰らないいやえっとすぐお家帰れよとたまたまじゃなくていやだってさその日だけですよ逆にでも その日たまたまだとしてもバレたくないからすすぐ出た方がくないでか、学校って。確かにねまあクラスからは出た方がいいからそうそう学校からは教室からそう5名から5名で遊ぶにしてもすぐ出てどっかに行けばいいのにいつもすぐ帰る絶対に。 まあ、もらえないであろう。<laughs> うん、そして、<laughs> 別にもらえなくても気にしなさそうな。ああ、はいはい。そ<う><ー>いいんじゃん<ー>みたいな。が 夕方もう6時もう真っ暗暗くなるぐらいまで2月の6時は暗いよ暗いねもう早く暗くなる寒いからね教室でずっと遊んでるわけよ帰れ帰れマジで誰がもらえると思ってるお母さんからもらえそういうかわいそう今いいこと言ったねお母さんからもらえ何あるんだよ帰れない理由がえどういうことお母さんにに何も持たず お家に帰った時のお母さんの顔。ああ、ああああ、やっぱ悲しいよね。うちの子供。お母さんの顔色、顔色伺ってるってことそうだよね。やっぱ何も持たずには家には帰りづらいよね。だからギリギリまで粘るよね、やっぱり。そういうことそうそうそう。で、最悪金日で行くよね。最悪。自分で買うそれぐらいだよ、本当に。え、じゃな、な、どれぐらいのタイミングに帰えるんですか まあ4時だってご飯も食べないといけないし。んまあ時ぐらいお母さんが。小学生別に高校生はお家でご飯食べなくていい。お母さんが寝るまで待つってたんですああ。遅くなるわけじゃないですか。なるほど、なるほど。いやいやいや。まあ4時ぐらいに学校が終わりました。そうそうそう、だからもう7時ぐらいまではまず、クラスに進んで。嘘でしょそんな長く して、やっぱ限界まで待つと。うんうん、ギリギリまで。そうそうそう、待って。みんなが部活終わる頃ぐらいまで、ね。そう,そう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 。で、一、うん、回7時に教室出て、うん、まずあの、学校の周り一周する。はい、<laughs> 後ろからついてきてる女の子いるかもしれないから。<laughs> 僕今から暗いところで一人になりますよっていう後で話しかけるタイミングがねもしかしたらあるかもしれないみんな5人でいたらやっぱりねかけづらいっていうのもそうだね確かにそう1回無理やりトイレ行ったりするからちょっと一人になる一人になる時間それでも無理だったらそのままその足で金秀向かうで売れ残りをええ。 その時間安くなってるかもしれないけど<額>何も買わないでお家に帰るより、うん、その日自分でチョコ買ってるやんっていうのの方を選ぶってことですか店員にはだってバレるわけじゃんまあねバレるけど店員はもう関係ないもんだから お母さん。お母さん。お,お母さんにいかに心配をかけないか。やった。そういう。そんな努力が。そう。そういう男の。 裏のこう、ね、努力っていうのもやっぱり、バレンタインは、ね。帰れって言ってごめんね。見えない部分。見えない部分だよね、そこはやっぱり。知らんかったよ、<laughs> 本当に。お母さんのために待ってたんだ。ただ俺はそんなこと一切思ったことないけどね。<あ>減った減ったえっと ちょっと増えてる聞いてる人減った安定安定安定あ、ってことはもらってたってことですね僕はもらってましたよあ、高三まで高三までなにその彼女以外からも彼女以外からもわすごいえ、一番多くて何個とかあるんですか一番多くて何個でしょうね別にあの幼稚園とか保育園とかも入れていいっすようんあーその中で一番多かったそうそうそうあいいかも聞きたいでもやっぱいるのかなそういうアイドルぐらいの ああ、なるほど。いや、それはやっぱり。トラック、トラック、なんか、めっちゃもらう人、めっちゃもらう人。え、そんなにいんのかなそれはもう、ミスタークラスになるとやっぱり。うん。えじゃあ、何個、タロウは ?10 は行ったことあります。あ、ごいすごーいこれまあまあ、これも、あの、裏事情があって。え僕あの、バスケ部だったんですよ。ああ、バスケ部だったそうそう、僕バスケ部に。 バスケじゃできなさそう北久保っぽいバスケバスケできなさそうを上回るんですけど沖縄選抜だったんですマジでちょうどここ沖縄市で中学校の時沖縄選抜だったんですバスケで驚きが多いできないどころかだいぶうまかったんですねすごいだいぶちょっとうまくてそれで あの、たまたま僕の学校が、体育館の部活が、男子バスケ部、まあ男の部活、男子バスケ部しかなかったんですよ。ええ男子バスケ部と、女子バスケ部、女子バレー部、女子バトミントン部だったんですよ。ああ、男の子の部活が、体育館では、体育館では男子バスケ部しかなかった。はははハンドとかなかったんだ。そうです、そうです、そういうことです。すると、まあ練習中、まあ上も下も、 女の子たちだらけ。そうです、そうです。女の子たちだらけで、もう男を探すとなると、バスケ部からしか探せない状態になってるわけです。体育館の中は。暗すぎて逆に輝いて見える。そうです、そうです。そして僕は沖縄市選抜なわけじゃないですか。ああ、目立つ。だいぶチョコもらえますあそうなるね。確かに。俺はまたあの、男子校みたいなところに行ったら話は別ですけど。たまたま環境がそういう、すごいバレンタインには持ってこいの環境。 そのためだけの。環境だったんでもらえ、そんな心配はしなかったですよっていうことですよね。すごい。でも結構ミスターとかでも、意外にそんなにもらえないんじゃない。逆にだからその。かっしすぎて。かっこよすぎて。きああ、もうそれは。いいぐらい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 。何よりあのミスターさい。そうね。 一番かっこよいわけでもなく、かっこよくないわけでもなく、まあ、いいぐらいの。いいぐらいの。話しかけやすい。そうまだまだ芸人やってるぐらいなんであ、そうだね。そうだね。キャラクター的にも、そういう、話しかけやすい。でから、あの、お化け屋敷の太郎が、の、もぎりチケットね。あの、や、や、配るっていう、るところに。立ってたら、いろんな人が話しかけてくる。あ、そうというか、アドオールタウンに誰かと話して、太郎。はい。話しかけやすいんだな。じゃ、話しかけやすいっていう。ことかすい。 ただ、今、ちょっと自慢みたいになりましたけど、これ自虐すると、本命のやつは一個ももらったことないですね。だから、これはまた難しいところですよね。太郎先輩はありますけど。ああ、もらってください。そうそうそう。これで付き合ってくださいみたいな、そういうドラマ的なやつは一切ないですよね、今まで。だから本当にバレンタインで告白する人はいるのかなっていう疑惑も僕は持つんですいや。 いいるんじゃない、えー、小学生とかは小学校の時はあったるいると思うそうそう呼び出してみたいな、うん、そ後ろで見てるみたいな、うん、はいはい <laughs> 高校からはちょっとやっぱ恥,恥ずかしさ大人の恥ずかしさが出てきて、うん、こんなイベントの時にできないみたいなのがあるんじゃ、うん逆,逆にできないみたいな。うん けどチャンスですけどね。チャンスだけどね。それそのためのみたいな。うんうん。子供っぽいみたいな感じじゃん逆にわかんないけど。ああああそこでわ。わかんないけどわ,わかんないけど。どうだろうでもガチ感がすごくない。 バレンタインデーの告白みたいなあガチ感はすごいガチ感なんかガチ感はあるねだってそういう日だもんそうそうそう来た来た。そう満を持して本命に行くみたいな怖い確かにねだいぶ準備してる感じであそこにあと手作りだったら特にじゃないそうそうそう手作りと買ってきたものっがどっちがいいの人に なんか食べれなさそう。食べれないと思う。だからな、だからな、どんどん嫌われそうなんだよ。<laughs> そう。冒頭から僕なんか怪しいんですよね。いや大丈夫、ちょちょっとずつ増えてきてる。増えてきてます。ちょっとずつ増えてきてるから大丈夫。僕はもうあの手作りは絶対食べない。もう単純に性格じゃん。世の男の子はとかじゃなくて、タ <laughs> ロは食べれない。<laughs> <laughs> 僕は手作りは本当にダメなんですよ。それは何？あのお母さんだったらいい。 お母さんだったらいいと思います。お母さんとか、妹とかだったりといますじゃあ、彼女。かの、彼女もやっぱどれぐらいの彼女かによって。どういうどれぐらいの。不安な彼女とかいるんでちょっと汚いなって思う。いやいや、まあまあまあ、ある程度長ければ、長ければ分かるじゃないですか。どんぐらいできるのかっていう、この信用度があるわけじゃないですか。オープンしたての店よりは、 80年続いてる店の方が。老舗の方が。老舗の方が。老舗の方が。いたてのオーナーをオープンしたら、店で例えるかで。安心感は安心感あるわけですよ。え、彼女はもうすぐ信頼してるわけじゃないよだ。そうそうそう。あ、だからそれは、だから料理、もうチョコの部分じゃなくて、料理全般の話にもなりますけどね。それは、行ったら。手料理を食べれるか食べれないかみたいな。なるほどね。話にもなりますけど、あんまり、しかもまた、 チョコとかそんな作んないじゃないですか。作らない、作らない。ポーク卵を作られたら食べますよ。あ、食べるんだ。ポーク卵はもう、多分お、おそらくずっと作ってるやつだから。あはいはいはい。ただその一年に一回のやつは不安で仕方がない。えさ、ポーク卵の方が不安じゃない何で料理、料理なんか米とか生炊きみたいな。あそう。いろんな工程があるやつがってことそう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 。手作りを食べれない人もいるじゃん。 だけどその女の子側からしたらもしかしたら手作りじゃないと気持ちがこもってないんじゃないかとから思っちゃう子もいると思うわけこれ難しいとこっすよね基本でも付き合ったら手作りじゃない基本あ、付き合ったらそうかもしれない大人は違うけど大人はあ、付き階層大人もゴディバっすねゴディバとかえ、告白はやっぱ手作りかなそう手作りな気しないま、告白はうん <laughs> こコアコ手作りだけど、うん、その手作りのクッキー美味しくなかったらもう振られます。えー、<laughs> えー、そこはさ、可愛いいって思ってほしいとこ <laughs> <ー>ポイント。 やっていうパターンもありますよね僕は抱きしめますけど。抱きしめて食べない。僕は抱きしめますけど、人によってはやっぱいるかなっていう。僕はもう全然覚えるかもしれない。何が抱きしめ。オープンしたてのお店は開けては形悪いぽい。ありがとう。ぽい。ただ一回あったんですよ。それこそ。それは彼女じゃない人。彼女じゃない人から。告白？ 告白じゃないんですけど、手作りをもらったことがあって。チョコレート。クッキーなんですけど。それがもう本当に。それ以来。それ以来、もうトラウマになってるトラウマにもなってるん食べましたえ食べた食べた。あ、いい。あ、すごい。その時はそれは食べた。そうそう。それを食べたせいでもう二度と手作りは食べれなくなった。え、どういうこと何が起こったのいやもう本当、歯折れるんじゃないかめっちゃかっ これ、あめ、あめ玉これって。ぐらいの。なめて溶かすんこれ。それ以来、手作りです。それはいつもらったの中1。えぇー。あでも可愛らしいぐらいだな、まだ。中1ぐらいの。家でこっそり作ったんじゃん母さんに見られないように。ああ。あんたこれあげるのって言われたら恥ずかしいから。ああ。でもその中でも一番いいものをより作ってだから多分、その時のいいものは、その、色。 見栄えの多分いいものを選んだだけであって、実際はだから、飴玉のような硬さで。<laughs> <さ> <laughs> 提供されてるからね。中になんかスパイスみたいなの入れてたですね。私の何かみたいな。怖い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 。私の何かで何か。髪の毛とか。父回りよ。さあ、私の何かがもう父回り。なんかあったかど確かにそす父回り、何があるなんかね。なんだ普通髪の毛。普通髪の毛。髪の毛がそう。やったことないから全員やったことない。やったことないよ。 <laughs> そうそうだ、えー、まあねこういう,う,うで、ね、あでも食べれない人は結構多いかもねそうね特に知らない人というかただこの,のこのラジオはあれっすよねの男の人ももちろん聞いてます聞いてますね、はい、ちょっと男の意見もあの僕だけだと今 ちょっと大変なことになりそうなんで。全体的に男の意見の欲しいですよね。あそうですね。でもなぜひぜひお寄せください。ここで聞いてる人はなんか普通の人じゃないからね。なんか特殊な人は。行かれてる。行かれてる一般ではない。あとの若いおじさん、あ、若いおじさんって、若い男の人がいないっていう。なるほど。おじさんばっかり。ああ、なるほど、なるほど。そうなんですよね。だから。まあ、どうな感じなのまあ、昔で言うとみたいな。あそうですね。その辺で欲しいですね。感じになる。 僕の味方がそう妻からはとかないかあいいですねいいすね娘からはあほのぼのコーターがね僕は若いよってあコーターコーターっていうのは誰ですかコタあれ一番最初にイチつぐいじってたのよ太コウターっていうのコターよ知らないのあ沖縄の有名なそう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 そでそうそうじゃあ皆さんもしね男性いるかないてほしいいてくれてたら。 男側の意見をそうですねバレンタインに対する男側の意見をくださいでもバレンタインデーが逆になったら日本でお、うん、はい男から女にあげるってなったらあ、はいはい、でも定期ももしかしたら教室に残るかもしれんああ<ー>それこそホワイトデーがあるやっぱりそれはあそうだねホワイトデーがある、ね、ホワイトデーなんてもらったことない気がする ホワイトデー。そうそう、ホワイトデー。ホワイトデーはそもそもあげないとホワイトデーが成り立たないから。あ、なるほど、なるほど。意味があ、るってよえ、どういうことですかあ、そう。キーと、キャンディーと、なんだっけマシュマロ。マシュマロか。あげるものによって意味があるって。ええ。ー。あなたは友達ですよっていう意味とか。それが返答っていうことですかそうそうそう。告白の返答。知らないであげてたんじゃないね。いは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 い。 キャンディーがあなたが好きです、ね、だからそうまあ定番の飴がオッケーってことじゃんオッケーで付き合いましょうはいでクッキーが友達ですみたいな、うん、そうそうそうそんな意味ージでがマシュマロが嫌いですうわやば <laughs> やばでもマシュマロってあんまりイメージなくないですかキャンディーのイメージない確、うん、確かに確かに確かに ちょっと調べてみてうだからしくてマシュマロあげる勇気はマシュさすがにあなたが嫌いうわ怖っでクッキーがあなたは友達でキャンディーがあなたが好きですってそうだからまあ知らんけどね勝手に決めたかもそうそうそう誰かが勝手に決めてるかもマシュマロかなるほどホワイトデーっていつ月日 ええ。さあ、私たちはもらえるんでしょうか。あげて。いやいやいや、もらえるでしょこれは。もあそうそうそう。もらいたいな。発信しないといけない。別に、な、別にあげてなくてもね。気持ちがあれば、くれてもいいですね。うん、そうそう。待ってるよ。さあ、ツイキャス。あ、怖い。だって、これ聞いてる人、行かれてる人。そうかも。もう髪の毛が。 はみ出てるぐらいのやつ。いや、めっちゃ入ってるじゃん。がっつり入ってる。ついきやすい言いましょう。えー、こうた。チあちーせ、ゆかはーと、こんばんは。こんばんは。なんか変な名前になってる。えっと、たろうさんたろうさんだえこうた、こうた。二度見したな、こうだ。たろうさんたろうさんだわー、二度見したこうた。 C キャスで二度見た。あすかちゃんがこんばんはって言ったときに、太郎さんってみんな、みんななんか、見えないもの見えてるみたいな。確かに。僕、あんまりメディアに出ないタイプそうそうそう。この番組には結構来てくれてるイメージがあるけどね、一応ね。あんまり出ないんで。えっと、こうた、お化けで見ないから久々見た、やんばるのラジオって。 <laughs> ううなんかなんかおば,おばけにな言葉がたります。主語かも主語かも。もう,もう,もうあ太郎だ。興奮してます。ああコートありがとう。<笑>,笑って書いてあるだか <laughs> えっとチカちゃん皆さんこんばんは。ちかちゃんこんばんは。さなちゃんこんばんは。こんばんは。ん今日学校帰りに友達と道歩いていたらボンジョルノの二人とザトシンさんが前から歩いていておわみたいな感じになりま ありますたーってなんでしょ売れて売れて誰におーってなって目の前にボンジョルのとそんなと高木歩いてたらおーってならやばってこのラジオ始めて聞い誰も知らん人が知らん人の話聞いておーってなる三人でもないし確かに えっとさなちゃん自分の学校とかリア充してる男子くらいしかもらってないと思いますあまあそんな感じなんですかねいやでも気付いてないだけかもこっそりなんかねよくほらイメージ的には靴箱に入れてるとか引き出しに入れてるとか昔のね漫画とかのイメージではそうじゃんだよだから恥ずかしいさ気付かれるのってあいつ告白したってよとかだからこっそりなんか動いてる人いると思う 確かに家のポストとか、家にピンポンするとか、怖い,怖い怖い,いあったけど、さっあったけど、あったわ、<laughs> ドアの分にかけられてるって手紙と一緒に、<laughs> いや、怖い、見てます。いや、でも、こっそりなんか動いてる人いると思うよ、さなちゃん。え,ー、えーっと、コーターが、運動神経、すごいね、太郎さん。 あ、バスケあバスケの。うん、<laughs> ありがとう,う。すごい、いいんすよね、実は。そうそう。AKB ファンさん。あ、そのまま AKB ファンって名前になって。えー。ゆかちやけ、誰か分か,らんわら分からへんけど、こんばんちーっす。あいやおお、お世話になっております。はめまして。<laughs> お,<前>お世話になって。は <laughs> じめまして。太郎と言います。太郎です。はい、ピン芸人の太郎です。えー、っと、えー、チャラカッチャンさん。 あ、こっちか。ゆか、ちあいけ、こんばんち、エッサー。え、どういうこともう。<laughs> ももうアカウント作りすぎて分からんてなって <laughs> っ,った。<laughs> あーやーさん。あーやーがはいたいって言ってます。はいたい。はいたい。さな、えー、ちゃん。男子は手作り好きじゃないと思います。ほら、やっぱり。あ、さな<え>ちゃん苦手な人が多いかもしれないですね。そう、もし、ね、女子が。 女子,のあ女子の気持ちっていうか、まあ、女子だけどあ<ー> <laughs> その手作りを男子からもらったら確かにあ手作りかってはちょっとなるかも知り合いだったら全然あれだけどあ確かに全然知らない人とか,ここかある程度知ってる人ってことうそ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 う、うん、知らない後輩とかあしあ後輩だったら別に大丈夫 基準が分からん。あっ、全然知らない人、全く。そうそう。ああ、急に来てとか。そうそうそう。それは食べれないかも。びっくりし作りってなる。あでも、割ってから食べるかな。あっ、割ってから一回中見て。割ってから。結構食べれる方だから。あそうね。ちなみに何でも食べてるからいお腹強いから。いや、関係ないです。そうそうそう。まあ、後輩とかだったら全然大丈夫。 えっと、あーやー、自分、YOEC7 期合格しました。マジ<ー>コンビ揃って受かること願ってますって。あそういうこと。あーやーと、さくらさくら。へ、うん、えー、わーすごい。7期。ああ、すごお疲れ様です。もう7期生のあれ出たんだね。へ合格者。4月からかな ?5 月からかなあ、もうそろそろ。ね。 何人ぐらい入るんですかね。か何人入るのかな。年々、生 <laughs> まああの <laughs> 私が一期生なんですけど、<laughs> YOC って吉本沖縄の。<laughs> <laughs> もしかしたらあや一人っていう可能性あるよあのや YOEC って吉本沖縄の養成所沖縄に養成所があって私が一期生で裏方コーススタッフコース芸人コースも合わせて100名ぐらいいたんですよね芸人コース60名ぐらいかなでまあ翌日から来なくなる人ももちろんいるわけででまあで女子なんて最初10名ぐらいいたのに今2人で。 で、どん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 減っていって、減っていった結果今まあ。 一番多く残ってるんじゃない？うんね一期生、はい一期生がでまあ二期生でぐんと減って、は三期生でちょっと増えて、は四期生でぐんと増えて、でまた五期生でちょっと増えて、六期生でぐんと減ってるんで、は七期生あのこれで言えば、だからのそうそうそう奇数で、そうそう奇数はちょっと多くなるっていう傾向があるので、七期生は多くなる予定ではあるんだよね。今までのそうそうそうでもまあ 人数的には毎年減っていってるから、うん、まあ3人とか <laughs> もしかしたらさっき言ったみたいにあやだっけっていう可能性も <laughs> いやでももしかしたら今からでも入れる、うん、じゃないし<然>途中からでも入れると思うし,し、ね、なんか体験コースみたいなのもあるって,っていうかぜひちょっと気になる方ス 演技ななども学べる内容で月円とっております安いこれをね聞きながらタクシーのおじちゃんしてるおじちゃんも来てほしいあいいね年齢関係ないからそうそう15歳以上なら誰でも OK なのでタクシーのおじさんタクシーのおじさんでもちょっと仕事に疲れた人でもあと接しにくいけどねいいから私は節だからねえっと コータが僕はギリチョコでも嬉しいって <laughs> 可愛いな <laughs> コータ可愛い <laughs> そうもらいたいんだよねギリチョコな <laughs> さあじゃあこっちで CM いきましょうえ <laughs> ちょっとして帰るって言ってもう30分なってますよタロも帰るもうやばどうしよう追求すどんな感じですか追求すは僕の情報で盛り上がってたら帰らないですけどうん僕はもう本当になんだこいつ 早く帰れどうでもいいんだよみたいな太郎に関しては全くあ、チャラカッチャンさん太郎さん男前やんってあるチャラカちゃんさんの方が男前っすよそれは見 <laughs> たことある <laughs> 何を言ってるんですかあ、そうそう太郎にはちょっと何個か来てるよモンチッチさんとかあ、あ本当ですかうん。これは。ありがとうございますどうする最後までいるで、ね、もしあれだったらもうすぐ告知行って 太郎帰ります僕実は暇なんですよねえ、えいや、なんだろうおうちが、お家が近いしねそうなんです、僕5分でお家帰れるんですごいそういえばモンチッチさんなんかツイッターで見たけどめっちゃチョコ作ってあ美味しそうだったあれ美味しそうだった、美味しそうだったね、美味しそうだった可愛かったし嘘の話もちょっとそう、あれだったらもう誰でも食べるでしょうんうん、あれ可愛いね、欲しい綺麗に作ってあったあ、ちょっと太郎に聞いてほしいんだお 聞いてほしいんだジングルああ〜イイチロウのやつをなんかあないんだそう無いですよめっちゃかっこいいやつぽ <laughs> ーぽ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 ー,ポー,ポー,ポー <laughs> こんなザトシさんの元相方がタロウさんって書いてる <laughs> こいつ ずっとこの話するんですよ。<laughs> <laughs> いつまでだからあの、雑踏と舞台が一緒になった時があって、元コンビでどうだったの <laughs> はい戻ってまいりましたハイミスカスパーティーのトゥナイト5ですさあジングル初めて聞いた太郎さんどセンスのかたまりそうなんだろうな太郎に言われたらバカにされるう間違いないななんでか本当に どこもけなしてないのにいその毛なしてる感がすごい。<laughs> なんでかな。何なんでですかね。ラジオ聞いてる人は伝わるんですかね。やっぱ知ってるからですかね。ね知ってるからってのもおかしいです。なんでこの顔は白い意中身性格悪い。<laughs> 本当は。いやねえ本当に思ってた。 いすごいです。本当にらしいですよ、うん。ただもういいですけどね。<笑><笑>ほら絶対ばかりする。あの栄一郎から「H ローザベストっていう CD もらってるから何曲かなあれ10曲ぐらい入ってるんじゃないかな多分。い入ってるんだけど、はい、それをもうもらった日の翌日からずっと聴いてて。 ちょっとテンンション上がるわけえーすごい <laughs> ずっと今も今日も聞きながら来た <laughs> 結局「ジノンザクラ」が一番いいよねなんだっけ?「からん,んジノンザクラ」どんなのだっけえっと「ジノンザクラ」「ジノンザクラ」ってタイトルそのまんまそこだけ聞いたら全く面白くないあのー「まんちゃまンチャ,ンチャってユニットライブがあったんだけどそれのエンディングテーマええー <laughs> ライブでも使われてたとそうそうそう。ギノワンでの桜の花をイメージ、イメージっていうか、テーマにした。はいンってい。うのが方言でギノワンらしくて。そうな逆だ。ギノワンが方言でジノンみたいで。はいはいはい。で、ジノンしてっていうところもあるわけ。へぇー。の中に。結局ジノン桜が一番だね。えいちは、やっぱそっちの方が才能悪いかもしれないですね。だからそれは何えぇー。若っす。やめさそう。そうそう、やめそう。ライバル減らそうとしてる。そっちの方が才能悪い。 音楽行けばみたいな <laughs> 先輩だしなぁ <laughs> 怖いなぁ <laughs> えっとじゃあツイキャスを読んでいきましょうかはいえっとねえ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 えっとどこかな <laughs> あーいや幼稚園の頃は飴玉マシュマロチョコクッキーもらったけどってえー、マシュマロやっぱもらうあすごいそうだねでもバレンタインの時にもらったんだったらもうあれじゃない買いやすかったから女の子同士で友チョコみたいなことなんじゃないあそういうことかなあいや女の子だしそうそう,うん、うん、じゃない ま、買いやすいってのもあるからね。飴玉とか、マシュマロとか、ク、うん、ッキーとかね。うんうん、えっと、かっちゃんさん。うん、俺はね、手作りチョコで欲しいな。失敗しても愛があればいいぜわあ<ー>、すさすが、かっちゃんさん。だからイケメンなんですよね。かっちゃんさんはやっぱり。<laughs> 自分が褒められたからめっちゃ褒める、ね。<laughs> そうそうそう。僕をけなす人は相当けなしますね。<laughs> いや、怖 <laughs> 僕のことを好きでいてくれる人にはもう、愛で返します優しくね。うん えっと、モンチッチさん、いちご大福わ、テンション上がってる。さっきのね。えっと、あーや、高校の男子は自意識過剰。自意識過剰のやつばっかりだったから、ギリチョコね、つって渡してた。優しい優しいすごい、何この、雨と鞭みたいな。いやいや、渡してたの優しい優しい。積んでるか。積んでるだ。こんなやつには渡さないんじゃないんだ優しい。そう、あれかな、このギリチョコも作ったのかな 勝ったのかないやそれはさすがに勝ったんじゃないですかまあねギリだからねでもさ本命って思われるってことでしょねえよめっちゃモテるってことじゃんえなにどういうこと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 ？んのどう自意識過剰ってことはこいつは俺のこと好きなんだって思うってことでしょあどういうこと 自分はいっぱいもらえるとってそうそうそう思ってるけどそれに乗りたくなかったからあげるけど義理チョコだよっていうことでしょへえええっ合ってるよね何で分からん逆に大好きえっとあやがんでお返しが手作りクッキーってえ手作りだったのどういうことえじゃあそいつやっぱ好きだったんじゃんあやのことが そうじゃんうわっいや、それはないでしょう。え、なんで <laughs> それはなんで <laughs> それはなんでいや、わからんよ。どういうこと,うと誰をけなしてる何なんここら辺が全然わかんないけいや、もうパニックパニック。ここわかんない。むずい<っ>。合ってる合ってる急に太郎が敵になったからね。<laughs> <laughs> <laughs> さっきまでわかり合ってた。<laughs> えーっと。 モンジッチさん。<お>太郎さん久しぶり。えりチョコ作ったのに、太郎さんは手作り無理なのかな ?19 日手作りのチョコをあえた人にあげようかと思ってるのよね。僕、モンジッチさんのチョコだけは食べれるんですよね。あじゃあ大丈夫かもしれないですよ。だけはって限定するのが。<laughs> <laughs> 他にもいたらどうすんの太郎にあげようか。<laughs> 他にもいたらその人の名前も入れます。すぐだな<か>。随時募集。<laughs> えっとそか太郎さんは手作り無理なのかってほら落ち込んでるよいやいやいやだからモンチッチさんのはやっぱ信用度があるんでモンチッチさん絶対上手だもんねだって見た写真いや見てないですモンチッチさんのツイッターに載ってたこんなに作っちゃったっていうチョコレートの写真がすごく可愛くてまずなんかなんかチョコ一個一個なんていうの四角いだんていうのだあれウェアハウスって書いてあったんじゃないかな あそうウェアハースにチョコを溶かしたやつをコーティングし,して。わ、すごい。そうそうしかも種類がいっぱいあって。そう、いろんな色があって。多分抹茶とかだよね。いちごとか。ほう,そう,そうほ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 う。そうそうう絶対おいしいやつ。絶対おいしいし、かわいい。えーあの 女子は写真撮りたくなるやつだと思う。あ、なるほど写真撮ってインスタにあげたくなるやつ。過去それそれそれ。ちょっとモンチチさんお願いしますじゃあ。お待ちしておりますね。ネカツにもあるのかなあ。なかったら仕方ないけどね。サゴ店って書いたの見えたなあ。本当ピアって書いたの見えたなあ。でも19日そもそも行かないっていうか行けないからネカツね。日曜日はあれなんだよね。八重瀬町で営業があって。あ。 1か月に行けないんですよね。まあ、おいいでてくれますえっとチャラランさんウルトラマン太郎 さなちゃんさすがチャラ男ちゃんさんやっぱりいや褒めないで褒めないで誰も気付かなかった僕ウルトラマン太郎言われたことない言われたことないいや定番で言われる一回も言われたことないじゃあ素晴らしい拍手そうそういや絶対幼稚園から言われてるでしょそこに行くとはもう一番言われるなるほどなあこれでねもしかしたら太郎の新しいネタにウルトラマン太郎が入ってくるかもしれないですね サナちゃん、ダンスならあしたいって思います。何なるほどな、サナちゃん。ダンスならっていうことね。舞踊はあれだけど、ダンスならっていう。なんかその話したっけなんで理解できないだから、どっちかだよね。だから、アロハ行くか。フラダンスくから。そうそうそう。っていうことだよね。まあ、ダンスなら。ロボットダンスそうそうそう。あやそが、ライブ情報を聞きたいですって、セッションの。 セッションのライブ分かってるよしも分かってるよしもう分かってるよしもう分かってるよしもう分かってるよしじゃああの最後の告知の時間にねあと10分後ぐらいかなああもうそんな時間やろうと思ってるのであや最後まで聞いてくれたら嬉しいですでえっとあもんちちさんちなみにもらえる CD はサインついてくるんですかあ、のはい CD そのエイチロザベストを二枚エイチロー、うんはい、からもらってで欲しい方あげますよって言ったら、うん、モンチチさんが当たったんだよねそうモンチチさんとそ<う>サナちゃんかなうんうん 当たって <laughs> そでそのモンチチさんがちなみにそのもらえる CD には栄、うん、一郎のサインついてくるんですかああモンチさん大丈夫ですご安心ください何も言わず何も言ってないんですけどもうすでにサインは入ってましたさすがリベがもらったのにも入ってたやっぱアーティストだから <laughs> あプロ意識高いな、うん、はいもう入ってましたが大丈夫ですさすが歌手だわあでもそのあのーリとフィートしてるのがあったんだけどフィーチャリングリョウジその CD には入ってないんじゃないかなそう入ってない その格好をつけて何が悪いアーティスト感何が悪いっていうのがあったよ。うええー、さんがこの部分歌ってるさ <laughs> そうだからアーティスト感別になんか浩次はちょっとなんか芸人なのにとかやってるけど、うん、何が悪いと思ってるから栄一郎さすが歌手だわ <laughs> いや歌手じゃないさすが芸人,じゃない芸,人芸人だから <laughs> さすが歌手か芸人芸人 アーティスト感が出してるけどんだけど。ここからもうアマーじゃなくてプロの歌手になれるんじゃないの ?H ローは。一応19の冬から目指し出したっていう曲があって。<laughs> <laughs> いや、遅い <laughs> みたいな。ちょっと遅い遅い <laughs> <laughs> <そ> <laughs> 中学校ぐらいから憧れ出したんじゃないんだね。<laughs> <laughs> えーっと、さなちゃん。あ、CD のことすっかり忘れてました。<laughs> いいよ、忘れて。初めましての方かな。あ、福樹さん。あ、でもアイコンがめっちゃ怖い。 <え>これ。いい人であって。<laughs> 真っ暗闇の中に、真っ白の目が一個だけ、ポンって。読まないときましょう。でも、言ってることはお茶出しだし差し出して、おーいって言って <laughs> あ、元気。怖い。 ちょっともうちょいコメント欲しいですねそうだねたまに外人からとかも来るんですよええー、<laughs> 急にオーストラリアから来たりとかするす,あすごい <laughs> みたいな <laughs> いいそうですよねラジオじゃなくてツイキャスは世界で見れるんですよ、ね、そうそうそう,そうこの時間な、うん、何時なのかな、うんうん、えっとあやさんあバレンタインにキティちゃんの飴玉1個あげたらすべてキティちゃんの飴玉とチョコ入りのマシュマロもらったって幼稚園の時。<laughs> キティちゃん好きなんだこいつってなったんだろうね多分 <laughs> 雨玉一個でもうそんだけ帰ってくるそうギブアンドテイクがねう嬉しいね素晴らしいですわ <laughs> あさっきのあーやあの高校の時に自意識過剰の男子に勘違いされたくなかったから <laughs> ギリチョコをねって渡したらホワイトデーに手作りクッキーが帰ってきたってへえやっぱ好きだったんだいや多分こいつそもそもモテるやつだったんじゃんこの,この男子 そうそうであやが「こいつ調子乗ってんな」ってなってでなんでそのモテるかっていうとこうやって女の子に優しくできるから手作りクッキー持ってきてお返しもちゃんとするっていうだからそもそもモテるやつだったんで「こいつモテるから調子乗ってんな」ってあやがなって一応あげるけど義理チョコだよってなったらそいつの。 すごいあの優しさがもう溢れ出て手作りクッキーを渡されたってことですね。乾杯っすね。そうそうそう。結局優しかったねもう負けっすね、あやの負け。あやの負けっていうか、あやはもうチョコ渡した時点で負け。何もなんかこいつをけなす気が。確かに。好きだったんちゃん手かそう嫌いではなかったね。確かに。いいやつだ多分。このこの男の子いいやつ。普通に。えーと宝さんがちらっと覗いてますね。 ああえっとえ今日は出かけていてツイキャス見れませんでしたってことです。いやでも聞いてくれるだけでありがたいんですよ。<laughs> 本当にありがとうございますたからさん。い,いつもね、いつも <laughs> 絶対わからんでしょだわかるん,ん,ん, <laughs> ん,んですよ。わかるよ。からさんじゃあのたからさんですね。 あの宝さんですかいや分かってんのかな本当に。えっと、さなちゃん、ダンスのやつは養成所のなんとかコースの話してた時ですって。ああ、そういうことね。そういうことだよな、さなちゃん。いや、分かった、分かったですよ。結局、だから、アロハにするのか。さなちゃん、ごめんね、ちょっと恥ずかしい思いさせたけどアロハコースはないよ。ないよ。芸人コースと裏方コースだけで。うんうんうん。えっと、ああ、いや、全くモテてないよ。優しくもないし、レディーファーストもできないし。 いや好きないやそんな感じがする好きないやそうねちょっと好きかもしれない絶対好きっすよお前のこと一番知ってるのうちだしね結構知ってるそうかもそうかも好きなんじゃ仲良かった仲良かったんじゃないかなこういうことね義理だからねかっこいい壊る嘘でもちょっと可愛い可愛いけどえっとついてさここまでかな届いてるのは年上はだから 同い年興味ないって。年上派、年上派、年上派だから、同い年興味ない。えー、年上。が好きな。うん。誰が?。あや、あ,や,あや。多いな。<laughs> <laughs> 何より。何より多い。由香 <laughs> はどうなの?。年上、年下、同い年、誰が好きな?<か>。年下は嫌だ。 あそうな弟がいるるからあなるほどみんな弟みたいな感じに見えてしまうそそこと被ってでも逆に弟がいる人って年下に抵抗がないから結構付き合ってる人多くない、うん、なるほど<え>自分いないから年下の感覚が分からないわけよ。は<ー>だって自分がいつも下っていうかそののなんていうの何でももらえる側だったからああそのなんていうのてう甘えられてくるするす、うん、くると困るすごい困ってた。 ああ、なるほどね。ザトシュウェハ。そう、おじさんが好きだった。あそう、行きすぎじゃん。<laughs> おじさんは行きすぎじゃん <laughs>。それとこれとはみたいでも一応セクシーなおじさんとかいるからね。そう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 。うん、おじさんが好きだった。若い、若い感じのするおじさんね。うんうん。ガジラとか。ガジラさんちょっちゃあ、そう違う <laughs> ガジラさん。え、父さんセクシーな感じするけどな。いかがでしょ ゆかが好きだけでしょそうそう違う違う夜の匂いがするからだ寺崎さんは単純におじさんって滑舌の悪いおじさん何言ってるかわからないそうそうそう見ていただいてすごいいい笑顔でね見ていただいてるんですけどちょっと誰なのかは全然わかりませんありがとうございますそう皆さんねえっと年下同い年アウト コータが、コータが急に、僕は年上が好きだな <laughs> そんな感じする。コーターそんな感じするなあ、福寿さん。 さっきの目だけのアイコンの方私はいい金星人でございますよ」「ダメなやつだ」「ダメなやつだこれ怖い怖いやつだ」「金星人はさすがに相手したことないねそうだねちょっと金星人のちょっとねコミュニケーションの仕方が分かんないから分かんないからな日本語でいいのかも分かんないしあまり日本語上手だから。 私はいい金星人でございいいまするるよなほど金星人は自分でいいって言わないと確かにねその横にニワトリの絵文字がポンってついてますんも言えない怖いね食ったんか今金星人だからしかったなもうちょい様子見ましょうあやがお兄ちゃん的な人がいいなあそうか年上が好きなんだっけそう宝さんも「私も年上派っす」って年上派 タカラさんあれですよねオーストラリアから聞いてあ違う違う違うタカラって書いてあるそう日本人沖縄の人だし普通にえっとさなちゃん同級生がいいですほら年下がいいって人いないよいないですねうん珍しいえそうなんすえっ太郎は僕ですか男だから

そうあの単純に多分支配したいいや怖。あでもそうじゃない？顔怖かったうむを言わさない状態で。まばたきもせずにバッキバキで。支配したい。や怖。や怖い。お前を支配したい。や怖。っていうことですよね。多分年下好きなの。男の人が。男性？そう極端にめっちゃ下の人がいるか。じゃないの？ そうだね。そうそうだから、基本的に年上が好きな人は、ド M ですよね。あ、そう結局は。そう支配されたい側なんで。だから、コータのことなんですけど。あド M。ドですね。多分、コウタは。そうなってくる。そうそうそう。だと思いますよ。なるほどね。そう。えっと、福樹さん。あ、金星人。あ金星人さん。人間も鶏を食べるのではないのか やばいやつだ。いや、食べるけど、確かにね。あの、福寿さんみたいに、あの、丸飲みではないよ。<laughs> ちゃんとあの、まあ、調理。手をむしたね。そう。ああいや、それもちょっと怖いけどスーパーでね、あの、れてる。そうそう。てちゃんと調理をしてね。 まあただいい人そうですねそうだねまあ今の感じはいい金星人っぽそうですねいやそのアイコンちょっと変えてほしいちょっと待ってマジでアイコンだけ注意ですねアイコンだけ注意していただければはいあやがやすーさん年上が好きらしいですよあそういえば聞いた最近なんかどうでもよくなったけどやすーさんどうでもよくフリーズン桜のやすーさん本当のタイプはう 身長の高くて、はい、年上の、シュッとした女性だって。うん、本当のタイプはって何いや、だから、<laughs> かいや、わからないでもないんですよね。<ー>これだから、うん、その時、その時でまた、 変わってくるんで。そう、何その気分気分というか。生理みたいなことうまぁ、そこまで、そこまで頻繁ではないですけど。月1、で来るぐらいそうそうそう。そこまで頻繁ではないですけど、やっぱ中学校の時と今とではまた違いますよね。この年上、年下。ああ、まあ、その経験とかいろんなことそうそうそう。なるほど。とか、その時自分が置かれてる状況とかによって、やっぱり。そう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 。だから、やつさんは今、すごいドエムな時期に差し掛かってちょっと誰かに甘えたい。そうそうそう。 やだシュッとしたっていう表現も結局の仮面に無知持ってるっていうことになりますんで。ならないし。あアハじゃないし。かんない。なんでわからんのは二27でしょあはってなっちゃった。感覚でわかるんでんよ。その辺でちょっと。太郎なんかちょっと言い負かされる感じそうなんだ。支配されそうなんだ。やべべ危ない危ない。年下年下。はい、じゃあ50分なので、告知に行きましょうか。

確かに七福神感はいそうだけど確かに。えっと、さなちゃん、スポーツできる人で面白い人がいいです。あ<ー>あ<ー>。一番ね。あれ、うん あ、なんで反応してるの？あ<っ> <laughs> 勝手に反応してる人がいますけど。ううや、自意識過剰ってこと？さなちゃん、もしかして今告白した？<laughs> そんな。どっちどっち？自意識過剰？えー、俺もう準備するよ。<laughs> チョコかクッキーかマ,マあーいやクッキー。クッキーダメなやつ。<laughs> あなたが嫌いですでし。あ、せっかくマスバムか。そうそうそう。<laughs> えっとカッチャンさん、ゆかと千秋一緒のように顔を押さえてたし、って,やーってなってた。 どっかのタイミングでどっかのタイミングでまあかっちゃんさんそういうとこ見てるかっちゃんさんなんか元気ないねどうしたの AKB ファンさんえっ大丈夫かなねえんか元気ないねえそうなんうんなんか元気ないけど大丈夫それ俺のせいでペース乱れてんのかさんいつもと違うやついるそう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 まだこいつどんなやつか分からんからっつってあさなちゃんがさっきのスポーツできて面白い人もしかしたら太郎じゃんって話で「 全然気づかなかったです、わらわらって笑ってる笑ってるいやお前じゃない、お前じゃないさなちゃんいや太郎ではなかったみたい素直になろうなアスカちゃん、バレンタインはフィナンシェ作りましたフィナンシェって何フィナンシェって聞いたことあるどんなのフィナンシェ聞いたことあるフィナンシェってフィナンシャルプランナーだったら聞いたことあります。それの略っぽいけど多分違うんじゃないフィナンシェおかしいでしょ、多分 はい、戻ってまいりました。アイビスカスパーティーの Tenite5、ブーです。えっと、アスカちゃん、太郎さんのラジオにメール送るのめっちゃ勇気いるので、なかなか送れないんですプレッシャーがすごい FM ヤンバルのはいはいはい、僕は FM ヤンバルで、はい。めっちゃ面白いの送らないとみたいな。厳しい、厳しい。送ってきてくださいよ。どんなラジオをお送りしてるのまあ、基本的には政治経済の話。あ送れない。送れない。難しい。 テーマは TPP で。いや、むず。むず。えっと、さなちゃん、野球好きなので野球できる人がいいです。ら。なるほど。バスケバスケじゃないよ野球だよなるほど。太郎じゃないよっつってね。僕はただ野球もできるんですよ。ああ、やばいやばいやばい。ちょっと申し訳ないです。こういうのを自意識過剰っていうんです申し訳ないです。あやがもしかしたらチョコもらえるかもしれない。いいだよって。だよはい、じゃあ、告知いきましょうかね。はい。どうしましょう太郎からやる いいですかもう、パパッと行きます。どうぞどうぞ。今週土曜日、あさって、あの、太郎企画ライブ、セッションという、僕一人のライブが。すぐだね。そうそうあります。それが夜の9時半、21時半から、チケット500円で、もうお買い得。お買い得ということですよ。決して僕が500円の価値しかないっていうことではないですかあ、これはね、見に行ってから。すごいお買い得な。これはゲストとかいないのゲストはなしです。僕一人。何回目でしょ、う今回で。これ2回目です。 お送りいたしますんで。で、チケット僕持ってますんで、ぜひぜひ SNS、ツイッターで、タローで検索してご連絡を。まあ、ダイレクトメッセージなり、返信なりでよろしくお願いいたします。そしてあと一個、ちょっとメカルほまれも絡んでくるやつなんですけど。え、マジ何何ついに。 三チャンネルが、年に一回の三期生のライブ、三チャンネル。まあ、あの、ずっとメカホ誉れがリーダーとしてやってきたんですけど、もういなくなったんで、じゃこれだけなんですけど、メカホ誉れの話は。それが3月3日、金曜日、夜の19時半、7時半から、 ありますので、はい、あ。その辺もぜひぜひ、よろしくお願いします。お願いします。はい、3月3日3、3が続く予定です。そうです、そうです。3月3日3、3。はい。ぜひ皆さん見に行ってみてください。はい、はい、お願いします。えー、で、私たちからは、えー、明日、久米島、明後日か。 あさって、さって久米島に行きます。初めてーー久米島の皆さん楽しみー、はい、待っててください、はい、で19日八重瀬八景フェスタという、あのー、祭りが、はい、八重瀬町であるのでそこで司会をさせていただきます、はい、ぜひ皆さん来てください、はい、ファミリーにね絶対楽しいと思います、はいはい えっと24日には、うちのライブというライブもあるので、私たちハイビスカスパーティーとこちらにいる太郎も出ます。それぞれチケット持っているので、ぜひ声かけてください。さあ、そろそろ時間になりました。皆さん、今週も聞いてくれてありがとうございます。また来週も聞いてね。ありがとうございますババイイ